石岡市。石岡市は関東地方北東部、茨城県南部の市である。日立国の国府が置かれた都市で、長らく、日立府中や城府などと呼ばれた、県名発祥の地でもある。1869年、明治2年の半世紀奉還の際に石岡と改名されたが、石岡の由来は定かではない。関東三大祭りの一つ、日立国宗舎宮霊体祭。 毎年9月の開催地でもある。また、市西部は日本有数のスカイスポーツエリアでもあり、気象庁知事機観測所の所在地としても知られている。市北部にその部川、南部に濃い瀬川が流れ南西部で、霞ヶ浦に接し、市西部では、八里地区、八里盆地を取り囲むように、筑波山、足尾山、河場山、我、国山、 南大山などの筑波山地の山々が連なる。茨城県南地域にあり、東京都心からは、おおむね60から70キロメートルで、市東部には、市街地、住宅地、西部には、田園風景が広がる。旧石岡市と旧安里町は西町での合併協議を行うことを決め、2005年、平成17年1月7日に両市町の法定合併協議会、会長。 旧石岡市長が発足した。新市名は、石岡市合併方式を2005年10月1日に、新設合併、対等合併とすることが決定。度重なる協議会や住民説明会などを経て2005年3月7日に、合併調印、3月10日に両市長議会での合併議案可決、3月30日に、茨城県知事への申請、6月22日に、 県議会の議決、6月23日の総務大臣への届けで、7月14日の官報への掲載に至った。2005年9月30日に両市長で、閉市式、閉庁式が行われ、10月1日に新設自治体、石岡市が誕生した。市長は変更されなかった。会長式が行われ、市長選までの市長職務執行者に、旧安里町長が就任した。 それぞれの旧市長の庁舎は、旧石岡市役所がそのまま、石岡市役所本庁舎に、旧八里町役場が、八里総合庁舎になった上、八里総合支所を置いた。合併後も、市役所内の部下では、統一があまり進んでおらず、様々な部下、協会等が、旧市長のまま市内に二つ存在し、保健センター、ゴミ処理、上下水道も、旧市長体制のまま維持されている。 なお、近年は、旧八里町域の人口減少が深刻で、公立学校の廃校や市街地の衰退が発生している。本庁舎、八里総合支所、八里総合庁舎内、同支所の二つの出張所がある。職員数は730人ほど。石岡市が加入している、事務組合や、協議会、ゴミ処理は、石岡地区と八里地区で、処理組織、分別方法、 回収方法が異なっている。処理場は、石岡地区のゴミは、尾みた市にある霞台構成施設、組合環境センターに、八里地区は、霞ヶ浦市にある、新張地方広域事務、組合環境クリーンセンターに、運ばれ処理、焼却されている。霞台構成施設、組合環境センターには、尾みた市、新張地方広域事務、組合環境クリーンセンターには、霞ヶ浦市、 土浦市に張り地区のゴミがそれぞれ運び込まれており、処理できる量には限界があるため両地区のゴミ処理が統一されるめどは立ていない。水道事業については、石岡地区が、湖北水道企業団、八里地区は、市の水道課と組織が異なる。市では、旧市長官の料金格差の是正と合わせて、統一に向けた準備を進めている。八里地区の下水道を処理している。 石岡市八里水処理センターは、合併前の2002年に、旧八里町が町単独で整備したもので、旧八里町域のみの下水道を処理していた。現在、病院など大型施設の下水道接続が相次ぎ、現在稼働中の一系列では、処理能力を超える可能性が出てきたため、数億円をかけての増設、展開事業が進められている。2015年には、 すべての系列が稼働する計画である。一方、茨城県霞ヶ浦城下センターの管轄区域は、旧石岡市地域をはじめ土浦市、霞ヶ浦市、小見玉市、稲敷郡阿美町に及んでおり、処理人口はおよそ37万人となっている。手話通訳者設置、派遣の受付は、市役所本庁舎と八里総合支所で受け付けている。霞ヶ浦周辺では、 レンコンの栽培も行われており、つくば山のふもとでは、柿やみかん、いちごなどの果樹栽培も盛ん。また郊外には延々と田園風景が広がっており、県内でも有数の米どころでもある。旧八里町地区は、タバコ栽培が盛んで、県内の主産地の一つでもある。さらに関東では、初めての自撮りジャス認定を受けた八里シャモをはじめ、 つくば地鶏などの銘柄取りブランドに力を入れている。保護田市と共に養豚が盛んである。市内には工業団地が立地し、東洋製館やパナソニック、ソントン食品工業などの大手工場もある。また、地場産業としては酒造りも盛んで、関東の名だとも呼ばれているほか、杉を材料として昔ながらの水車を使用した線香造りも行われており、また、 歴史のある乳製品メーカーとしては、筑波乳業がある。市内で、工場見学ができる場所は、茨城乳業で事前に予約が必要。市内では、国道6号や国道355号、茨城県道7号石岡地区西線沿いなどに、ロードサイドショップ、チェーンストアが多く出店しており、一定の賑わいを見せている。しかし、石岡駅周辺に広がるアーケード街として、 賑わっていた既存の商店街では、ロードサイドショップや水戸、土浦、筑波方面への買い物客の流出により、その活性化策が課題となっている。活性化策の一環として、商店街の空き店舗に、街角情報センターや石岡市観光協会が運営する、町倉愛を設置したり、道路の電線地中化などの事業が行われている。1970年代中頃に、 石岡駅前に西遊石岡店が出店したが、1988年頃に撤退。その建屋は約20年にわたり廃屋として残っていたが、2009年末頃より解体が始まり、現在は更地となっている。また、国府山丁目には高期という老舗の百貨店があったが、2002年に経営破綻している。市内の主な金融機関。 なお、市内に都市銀行はない。学童保育併設校、石岡市は茨城県から歴史の里に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。